おはようございます。時刻は朝の5時59分でございます。ちょうど6時になりましたね。今日もですね、6時半からラジオ体操があるんで、公園まで歩いて、でそれからラジオ体操して帰ってくるっていうのをしたいなと思うんで、ちょっとね、一時期よりはだいぶ涼しくなってきたんじゃないかなと思ったんですけど、昨日ね、暑くて、もう残暑っていうんですか、まだまだ猛暑なんでしょうけど、台風も来てますからね、皆さんね、体調にお気をつけください。今日はですね、月刊アイアンマンというですね、ボディービル雑誌なんですね、筋肉雑誌があって、まあ先月も見て、ちょっと、まあ最近筋トレ始めてるんで、まあ、筋トレ再開したんで、マッチョのね、僕はプロレスラーが好きなんで、まあもちろんね、筋肉 YouTuber も見てるんですけど、やっぱその、雑誌見てて、久しぶりに先月も見たんですけど、で今月も見てたら、もう本当にアマチュアの選手とプロの選手って、もう遜色ないレベルまで来てるなぁと思ってるんですよ。アマチュアの選手で、もうでかい。で、ポージング、カット、で、厚みだったりとか。もうこれ、誰が1位で、誰がどうかって全然もうわからんレベルだなっていうところまで来てて、多分アマチュアでも水抜き、塩抜きとか、そういうのして筋肉の張りをベストに戻すっていうのを、やってんだろうなみたいな形で思ってて、まあそんな中で、ボディービルダーの方がね、もうちょっと存じ上げなかったんですけど、50代ですかで、まあ、筋肉、筋量があって、でそれで、まあ、亡くなられてしまう。8月に一回優勝したんですかね、大会で。で、まあね、やっぱボディービルの昨今のこのいろんな理論だったりとか、まあ、最低ほとんどは筋トレ理論で、あとは栄養学理論っていうのはそんなに、そんでは、その筋トレの科学的理論ですよ。まあ、例えばネガティブ重心するのかとか、フリーなのかマシンなのかとか、分割法なのか、どうなのかとかいろいろあるし、で、体が大きい人はサプリメントをね、まあ、20種類飲んだりとか、食事も何キロカロリーですか ?5000 ですか ?3500 ですか、まあ、1万ですか、まあ、それぐらい取らないといけない。そうしないと体がちっちゃくなりますからね。で、体がちっちゃくなるってことは、今までやってきたことが無駄になるみたいなところまで、結構恐怖心があったりすると思うんです。で、周りはどんどんでかくなるし、みたいな。で、筋トレにしろ、まあ、ボディービルダーにしろ、体を鍛えることって、まあ、健康っていうところが第一だと思ってるんで、じゃあボディービルダーが、こう大会に出て写真でバッて撮った時には、筋量がすごくて、うわ、まあ、そう、競技ですからね。ですけど、じゃあ、健康なのかって言ったら、まあ、結構微妙だと思うんですよね。やっぱ健康の象徴って、もともとはお相撲さんって言われてて、まあお相撲さん肌ツヤもいいし、動けるし、まあ優しいしとかで。まあ今もう変わっちゃったんですけど、もう大型化が進んで130キロとかでも多分軽量級って言われるんで160とか。でまあ糖尿病になったりとか、まあ怪我が多かったりとかして、もう健康にはね、ほど遠いんですけど、だからね、昨日サスケのワールドカップがあって、サスケだったりとか、あとは体操選手だったりとか、こうやって動けてる選手がを目指す筋肉ってのは本来であればいいんですけど、まあでもやっぱり例えばカリステニクスみたいな感じで、例えば公園で自重でトレーニングするっていうのがあって、まあそっちの方がメンタル的には良かったりとかしてたりするんですけど、でもやっぱジムに行って、まあ、結構今ジム流行ってて、で、芸能人の人も、ジムで、ボディビル大会コンテスト出るだったりとか、で、最近のこれ、中山きんに君さんの、ドラマで言ってたんで、多分言っていいんでしょうけど、ブレイキングダウン系マッチョっていうのが出てこられて、ジムのマナー問題とかでも僕も行きますけど、結構怖いんですよね。前いなかったなぁと思ってて、まあ、そのブレイキングダウン系の
まあ、基本カップルでいるんですよ。で、なんかお互いトレーニングするみたいなんだけど、めっちゃ怖いから、その服装とか見た目的にも結構なんか怖い感じがして、で、うえーみたいな。ああ、もう、ああ、そういう人たちも出て、だってそういう人たちが大会に出るのかどうかってのは、まあちょっとまだわかんないんですけど、でも結局筋トレってやればやるほど大きくなるし、で、結構問題なのが初心者ボーナスかなと思ってるんですよ。で、僕が見てる YouTube は、で、筋肉あるあるさんとパーカーフィットネスさんが結構多くて、まあ最初の頃は全然選択肢がなかったんで、プロタンかジンか、あとサイヤマングレートさんぐらいしかなかったんじゃないですかね。筋肉はまだ当時やってなかったですから。で、それで、トレーニングの方法とか、こうすればいいよとか、なんかそういうの結構見てたっていうのがあって、ただ今はもういろんな情報がありすぎて、まあどれが正しいかどれが正しくないかなんてわかんないし、どんどん新しい筋トレの理論が出てくるから、だから結局好きな人の話を聞くとか、元ボディービルダーの人たちのこれを聞くとか、で、じゃあそれで、トレーニングしてみようとかね、それこそ分割だろうが、全身法だろうが、それぞれ、いろんな論点があるんですけどね。まあ、なんかこのボディービルダーは、健康の象徴、で僕も最低でも、ドーピングはもちろんですけど、水抜き、塩抜きは、禁止にしてほしいな。だいいですけど、だから水抜き塩抜き大会と水抜き塩抜き禁止っていう大会もあっていいんじゃないかなって僕は思ってるんで、だから多分女性のトレーニングしてる人を水抜き塩抜きはしてる人がいるし、で、あとお金がかかりすぎるんでね、意外に思われるかもしれないですけど、減量ってお金めちゃくちゃかかりますからね、増量もかかるんですけど、今ほんと減量食とか、そういうのがすごく便利な時代になってて、まあタンパク質の取り方とかですよ。まあ、よく、まあ胸肉で卵でっていうのを言ってますけど、まあ、胸肉と卵とかだけじゃなくて、まあ他の間食だったりとかでも、手軽にですね、タンパク質を摂取できるような時代にもなってるんですけど、まあただそうなると高いんですよね。で、原料もお金がかかって、だから今もお金がある人がちょっと強くなりすぎてるんでね。なんかその、マッチョ目指して、まあ大会に出るっていうのはな結構大逆転狙えていけるな、みたいな。例えばお金もなくて、筋肉しかこう取り柄がない人が、こうお金もないけどそこに向き合って優勝して人生変わるみたいな。なんかそういう夢のあるところだったと思うんですけど、最初。もう今は、月間アイアンマン開いてもらえばわかりますけど、まあそんだけ市場が大きくなってるってことなんですけど、まあ、プロテインだ、栄養食品だ、トレーニング機器だ、みたいな感じの広告雑誌になって、で、あとは大会に出て、大会の写真も出てますけど、素人目に見て1位と2位の差がよくわからんみたいなのがあったりしてるんで、だからなんかこのタンクトップ部門とか、そういうのもあるんで、なんかそっちの方が、に目が向くとみんなやりやすいのかなとか、初心者でじゃあちょっと大会出てみようかなみたいな感じでやっても、こうレベルが高すぎて恥かくだけじゃんみたいな感じで思ったりはしますし、で、女性のトレーニングの、なんかウェルネスっていうんですか？なんかこう、フィットネスビキニとかフィジークとかで、いや、こんな履くんですか？みたいな。まあ、タンニングもしないといけないし、髪を長くしないといけないし、まあ、めちゃめちゃ高いヒールで履かないといけないし、バックポーズばっか取らされるし、みたいな。なんかそういう人より、なんかドレスとか、あとはレギンスですよね。フルレギンス大会とか、なんかそういうのはまたなんか出やすそうな気はするんですけど、なんか、だから僕の中で女性のそのフィットネスのウェルネスとかビキニとか、なんかそれが健康かどうかって言ったら若干怪しいですけど、まあね、だから、なんかボディビルダーの人が亡くなると、やっぱその過剰な、まあトレーニングの過剰じゃなくて、過剰な栄養、だったりとか、まあだからある種筋肉依存症じゃないですけど、だから結構筋肉依存症って怖いんですよね。筋トレを休むだけでも、
小さくなるってわけじゃなくて、どっちかって食事ですからね。だから筋トレをしない休みの日でも、こう、たくさん食べないといけないとか、まあ、たくさん寝るってことに関しては、健康的なんだろうなと思うんですけど、まあ、その筋肉量を維持する。プラス、筋肉量を増加させるんだったら1日、本来です。100、200、30だと思うんですよね。その身長かける0.5、体重が 0.6 でしたね。体重かける 1.7 でしたから、1.6 かとか。まあ、それで300取るとか。なんかそれ異常なことをしてて、まあそれ、そのリスクを負ってでもでかくしたいっていうのがあるんですけど、だからなんかその制限、でかいのがいいっていうところがね、ちょっとした制限は必要になってくるのかな。特に水抜き、塩抜きですよ。ちゃんとした医療指導のもととかじゃないと、なんか自己流で水抜き、塩抜きなんてしたら、もうめちゃくちゃなことになるし、だからね、僕もボディビル大会ちょっと興味あるなと思って一時頑張ったんですけど、結局原料と水抜き、塩抜きしないと勝てないんだんで、それが嫌だったんですよね。カット入れたりとか。まあ、最低でも減量して体絞ってってところまではいいですけど、厚みつけてとか、ポージングの練習までまあそこはどうなんかなと思いましたけどね。あとタンニングね。水抜き、塩抜き、タンニングがなかったら、もうちょっとモントが広がるのかなっていうふうに思ったりとか、これ不幸な事故とかも減ったりするのかなと。まあただ、アイアンマン雑誌って結構面白くて、こう、人間のこの生きる活力っていうんですか、ものすごいパワーを感じるんで、もうテストステロン雑誌なんでね、今テストステロンが不足してる人が多いですから。だから個人的には月刊アイアンマンは、精神科、心療内科に置いててもいいような作品かなとは個人的に思ってるんですけどね。まあ何事も、過度なね、摂取だったりとか、過度に行き過ぎると、良くないっていうことだと思うんで、まあ多分これもずっと繰り返されることになると思うし、まあもしそれをしてようがしてまいが病気になってて、亡くなったっていうことも考えられるんで、必ずしも、ボディビル目指してるのが悪いっていうことではなさそうな気がするんですが、皆さんもね、ぜひね、運動はしてほしいんで、まずはジムに行くことからスタートだと思うんですけど、ジムに行ったらめちゃめちゃでかい人とか多かったりして、うわ、みたいな。なんかへこむわ、ブレイキングダウン系いるし、うわ、みたいな。まあ、そうだと自宅のところからして、ちょっと大きくなってからジム行くとかがちょうど良さそうな気がしますか。まあ、女性だったら女性専用に行けばいいし、男性だったらどっちかというと会員制で、ちょっとお金出す、そうですね。今の時期だと学生が多いんで、結構ね、学生が多いと、だから時期としてあんま良くないような時期なんですけどね。ちょっとね、ほんと、健康というか、過剰に何事もするのは危ないって話をさせていただきました。